セブンデイズブーダイアルファ19。ゆっくり実況。始まるよー。皆さんこんにちは、霊夢です。いよ、マリサだぜ。本日もご視聴ありがとうございます。アルファ19シリーズ35本目の動画になります。毎度ご視聴感謝だぜ。やっと車が完成したわねー。これであんたからの苦情が減ると思うとせいせいするわ。ああこれで尻のことで不機嫌になることもなくなるぜ。でも前回みたいな暴走運転は勘弁しろよな。マリオカートじゃあれくらい当たり前でしょ。マリオカートじゃねえんだよ。事故って私が怪我したらどうすんだ。ちゃんと救急キット用意してるわよ。そういう問題じゃねえんだよ。あ、保険金の受取人も私にしてるからだ。いつの間にかけてんだよ。そういうわけで、お正月明けで久しぶりに運転されてる方もいらっしゃるかと思いますが、どうかお気をつけてお仕事なさってくださいね。お前が一番気をつけろ。では本編始めてまいります。ゆっくりしていってね。あんた結局寝なかったわね。車のことで興奮してたし、昨日はよく寝たかんな。うふふ、子供みたいねー。お、バッチリ移植手術成功。新生ピストン掘ったの誕生か。うん、機能品質1のロボ砲台が手に入ったからねー。この子も早く生まれ変わらせてあげたかったのよ。もうすぐまたグラフだしな。しっかり働いてもらわんとな。すでにどっかの誰かさんよりも貢献度は高いけどねー。いやいや、そう言ってやるなよ。マークスマンもなかなか活躍してるじゃんか。誰がマークスマンくんって言ったの。ああ、じゃあ株のことか。一応奴には世話になったじゃんか。ポンコツのあんたのことを言ってんのよ。そういえばね、前の動画で貫通矢の本を見つけたの覚えてる？これもいいじゃんか。貫通矢ってんだから鉄鋼弾みたいな矢を作れんじゃね？いいけど、これは単に鉄鋼製の矢尻のレシピを覚えるだけみたいよ。なんだ、貫通する矢じゃねえのかよ。貫通はしないけど、まあそのうち欲しいやね。ああ、確か鋼鉄製の矢尻の作り方が載ってるパーク本だっただろ？いやあ、あれね、矢尻じゃなくて、矢そのものの作り方だったみたいなの。また早とちりしたのかよ。えへへへ、さっきね、鉄製の矢尻を作ろうとしたら、レシピに鋼鉄製のやつもあったのよ。なあんだ、作れるじゃんって思って100本くらい作ってみたんだけど、矢尻は作れても矢は作れなかったのよねー。お前が前に言ったせいで、貴重な鉄を消費しちまった視聴者さんがいるかもだろ？ちゃんと謝っとけ。やあねー、これくらいぐは。すみませんでした。そろそろ夜も明けたし、昨日受けたティアゴのバイトに向かうわよ。おう、忘れもんすんなよ。場所どこだっけ？ジョエルんとこの近くか。あそこの在庫チェックもまだしてないから、時間があったら寄ってきたいわねー。かっちょいい。尻が快適なのは確かだぜ。なあ霊夢。兄よ、私にも運転させてくれ。あんた前に SMG 砲台のモニターに認識されなかったの忘れたの？それがなんだよ。多分この世界の乗り物はあんた運転できないわよ。なんでだよ。ちゃんとシートにも座れるし、ハンドルだって動かせるぜ。乗り物がそれだけで動かせると思ってんの？ガソリン入れや動くじゃんか。ふぅ、あんたわかってないわね。あいよ、あんたには機械に対する愛が足りないのよ。な、そんな、ってバカ。そんな話聞いたことねえぜ。あんたが知らないだけでしょ？この世界じゃ郵便屋さんもスーパー行くおばちゃんもみんな愛を注ぎながら運転してんのよ。じゃあ私も愛を注げばいいんだろ。無理ね。私が見たところ、あんたの愛情レベルは3くらいだもの。嘘つけ。お前自分が運転したいから適当なこと言ってんだろ。嘘じゃないわよ。急だってそう言ってたわ。また騙されてるような気がする。よーし、着いた。かなりでかい建物だな。あれあんたビビってんの？ビビってねえし。じゃあしっかりマップを覚えてよね。また私に覚えさせるつもりかよ。私が戦闘を担当して、マップはあんたって決まったの。いつ決まったんだよ。つべこべ言ってんじゃないわよ。こんなでっかい建物なんか覚えきれないっての。やっと本音が出たか。そもそもここって何の建物なんだよ。とねえ、平たく言えば武器工場かな。四角く言っても丸く言っても同じじゃねえか。そうとも言うわねえ。探索してる時にショットガン飯屋って書いた箱が出てくるでしょ。ああ、たまに見かけるな。あの箱の中身を作ってる工場ね。ほうほう、じゃあ今度こそ武器が期待できるな。どうかしらねえ。まだ探索スキル上げてないものを、出たらラッキーくらいに思っておいた方がいいかも。あ、敵やバラッカ買ってこ。そんなにうまかったのかよ。いや、どんどん屋上へ向かって探索してくから、最後は飛び降りた方が早いかなーっと。これこれ、この箱。あ。お前すっかり機械に頼りきりだな。オーガの方が楽じゃん。硬いシャッターをつるはしでコンコンしてたら日が暮れちゃうわ。まあガソリンもまだ大量にあるしな。貞子だけが心配だぜ。まあねえ、でもどうせここには大量のゾンビがいるもの。貞ちゃんの一人や二人増えたって同じよ。
いよいよ工場内部に潜入って感じだな。ここって何かしらね？武器工場なんか何作ってるか想像もつかんな。おお、まだ稼働してんじゃね？そこで何か燃えてるわね。その風呂釜に飛び込むなよ。飛び込むか、ちょっと覗きに行くだけよ。でもチラッとしか見えないわね。お宝でも隠れてないかしらねー。フレームオッケーいいんじゃね？そか。え？これも罠かしらね。よかったな、飛び込まなくて。飛び込むか。本当に行くのかよ。なんかあるかもしれないでしょ。気をつけろよ。おい、レイム、後ろ。ブベボベ。大丈夫か、レイム。ブハ。レイム戻れー。ああ、これ水中で撃てないわよ。そりゃそうだろうよ。聞いてないわよ。どこ行くんだよ。おい、水中戦やるっかよ。ブハハハハハ。もう、階段が見つからないからこれで上がるわよ。最初の受付の横にあったじゃんか。硬そうなシャッターが降りてたでしょ。また戻るの面倒だし、これで行きましょう。あ、あんた起きるんじゃないわよ。ディアゴは大変だな。あ、見つかったかな？あ、横で何匹か動いてるぜ。こんだけフレームポコポコ置いてたらそれも仕方がないわな。寝てるやつだけでもやっちゃおうか。ここって何匹くらいゾンビがいるんだろうな。大きい建物だもん、100匹くらいはいそうよねー。おい、この辺りの奴ら全部置き出しちまったぜ。まあどうせ殲滅と回収だもの、そろそろ派手に行くわよ。あいあい。と言ってもたまに限りがあるからなるべく正確に、経済的にね。火薬は余裕があっただろ。火薬はいいとして、薬莢用の真鍮がなかなか集まらないのよねー。それに今度のブラフ用に、ライフルの鉄鋼弾も結構作っちゃったのよ。それで探索用の弾が心もとないのか。まあ今回の探索は大丈夫だと思うけど、無駄打ちはできないわ。薬莢も注意して集めんといかんな。そそ、だけどね、ドアのノブから真鍮が手に入りやすくなるって本があるのよ。おお、それがあや真鍮不足は解消ってか。多分ねー、前にトレーダーでも見つけたことがあったんだけど、まだ必要ないかなと思って買わなかったのよ。まあ金もまだまだ足りんしな。お、しめしめ、この辺りのやつはまだ寝てるわね。おい、意外とバレないもんね。早速道がわかんなくなっちゃった。そこのドアじゃね？うん、いけそう。鳥も飛んでんぞ。建物の中を探索してても、時々外から鳥の声が聞こえるわよねー。建物が高いしな。また鳥の巣が山ほどあんじゃね？こいつらは 3D で襲ってくるから嫌いなのよねー。ああ、人間の予想を超えてるんだよな。おお、びっくりさせやがってこのハゲ。な、なんだろう？ハゲって言葉を聞くと胸が痛むのよね。不思議だな、私も自分で言っててそうなんだぜ。なるべく使わないようにしよう、その言葉。さっきからうるさいと思ったらこの向こうに溜まってるっぽいわね。おう、穴開けちまえ。あ、これは絶好のチャンスだわ。なんかまたくだらねえこと考えてんだろ。いやー、次元爆弾をゾンビにくっつけたらどうなるのか気になってたのよねー。おお、確かに私も知りたかったぜ。でしょ？3体あったぜ。いい、もっかい行こう。見ろよ、でかい腕時計つけてやがる。プラあー、払いてー。次元爆弾って効果範囲が1マスらしいけど、やっぱりそれなりに周りにもダメージが入るのね。またやろうぜ。おっと、案の定サダちゃん湧いちゃったわね。マークスマン、貴様の出番だぜ。頼むわよマークスマンくん。4倍じゃ苦しい距離ね。早く8倍を見つけてやらんとな。見事だ一等兵。ナイスよマークスマンくん。てか外は後回しにしようぜ。まだ鳥がぐんぐん飛んでやがる。じゃやっぱこっちを壊す？そうしようぜ。行き止まりだったら外だな。ラジャー。お、あんたまだいたの？働き者だな。アディオス。まだまだ上があるわよ。こりゃ今回の動画だけじゃ終わらんぞ。コントロールルームみたいね。
なんでそんなとこに砲台置くんだよ。あんた見なかったの？鳥がまた飛んでんのよ。ほらほら。自分で撃ち落としゃいいじゃんか。立体機動は苦手だって言ったでしょ。あの鋼鉄の扉が怪しい。屋上を目指すんじゃねえのかよ。まだ回収品を取れてないんだもん。マーカーは下を指してるわよ。お、この階の表示に変わったな。ほらあった。やっぱ降りてきて正解じゃないの。お前扉が怪しいって言ったじゃんか。ほい、これで心置きなく殲滅に移れるわよ。やった、やっとレベル上がった。あや、お前レベル53になってんじゃんか。一個多くね。今朝穴掘りしてる時にサダちゃん軍団に襲われて上がってたのよ。そういうことか。ポイントが2個溜まってるから後で振らないとね。この鋼鉄製の扉も持って帰れたらいいのにね。作りゃいいじゃんか。鉄鋼脈見つけただろ。簡単に言わないでよ。これ作るのにどんだけ鉄が必要だと思ってんのよ。どんだけ必要なんだよ。知らなーい。いっぱいよいっぱい。100から上はいっぱいよ。小学生かよ。てかこいつらもいっぱいいんな。みんな燃えかす分岐みたいだけど、ここで燃やされちゃったのかしらねー。何やったんだろうな、こいつら。あんたちゃんとマップは覚えてる？いやーだいぶ怪しいな。いった。もうまたこのクソハゲ。こいつらはスルーじゃいかんのか？スルーしたいのは山々なんだけど、鳥も殲滅対象なのよ。本当に100体くらいいそうだな、ここ。完全に迷子になっちゃったわねー。階段が見つかんねえな。あ、ここかな、これっぽいな。あったあった。外の壁登っちまえば上には行けるぜ。行けるけど殲滅も任務のうちだもの。取りこぼしが出たら結局戻らないといけないじゃん。私ら5時くらいに入ってきただろ。もう6時間以上こん中にいるぜ。早めに来といてよかったわよね。いやーどんだけ時間かかるんだよ。来たな。ひぃー、おい、ついてきてるぜ。もうこの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 男性フってやつ久しぶりに見たわよね。頻繁に見てても中身のしょぼさは変わらんと思うがな。いやーもうレベルも上がったし、そろそろレア物が出るかもよ。そんな期待はせん方がいいぜ。ほらな。あんた喜んでない？あ、ここは人様の動画で見たことあるわよ。なんかあんのかよ。この向こうに作業員ゾンビが大量にいるみたいなのよねー。夜こんなのに出くわしたらたまらんな。本当にこっちでいいのかよ。知らないわよ。一応道は続いてるもの。多分行けるんじゃないの？方向音痴のお前に私の命を預けるってのがどんなに不安かわかるか？いいからあんたはちゃんとマップを覚えてなさいよ。ほらほら、ここってさっき下から見てた場所よ。何しれっと言ってやがる。カットしてるけどここまで2時間かかってんぞ。おまけに上の道が見つかんねえじゃんか。さあ、どうしたもんかしらねえ。あの上に行きたいんだけど。もうフレーム置けよ。そうしよう。この辺りのゾンビはあらかた片付けたもんね。あ、警官ゾンビが寝てる。あれ緑のやつじゃね？うん、放射能を浴びて強化されてるやつね。なんとか一発で片付けてーな。ヘッドショットでも無理かも。こいつら HP が通常の3倍くらいらしいもの。ダメか、勝てーな。HP も自動回復するって言ってたよな。そそ、厄介な敵よねー。でも、こいつらの自動回復を無効化できるモッドがあるらしいわ。え、いだだ、またこいつらか。もう、うっとうしい。足場が悪いぜ、落ちんなよ。ちょっとあんた押さないでよ。狭いんだよここは。あ、また変なのが来たぜ。見えてるっての。はー、忙しかった。お疲れ。死んでまでお腹を主張するなんてよっぽど自信があるのね。膝立ちのままこと切れるとは、最後にマツコの男気を見せつけられたな。おねえてなお気骨あるものは称すべきかな。まだもうちょっと先があるんだけど、今日はこの辺りでおしまいかな。8時間でも終わんねえって、ビビって探索しすぎなんじゃね？ビビってんじゃないっての、あんたが道覚えてないのがいけないのよ。というわけで、今回動画を上げるのが遅くなったのは霊夢がビビってしまったせいです。いやーまりさが鶏頭ですみません。結局バイトの途中になってしまいましたが、またご覧になってくださるとこのビビりも喜びます。じゃ、チャンネル登録や高評価もいただけますと、この鶏頭にメモリを増設できると思います。それでは皆様また次回をお楽しみに。バイー。